NASA 宇宙飛行士の古川聡です。この度は私が研究実施責任者を務めました閉鎖研究における、不適切な研究行為およびマネジメントにより、国民の皆様にの信頼を損ねてしまったことについて、お詫び申し上げます。特に研究にご協力くださった研究対象者の皆様、そして、共同研究機関の研究者の皆様、そして、さまざまなご助言をくださった方々の信頼を損ねてしまったことの責任を痛感しております。心より深くお詫び申し上げます。